霜降り明星の粗品がフワちゃんの不適切投稿騒動について言及。安子には同情を示しつつ無視してとエールを送った。一方フワちゃんには活動休止打倒と批判、唯一敬語を使う西川、類郷、さんだけ見て人選してたと指摘し、ダメ、反省してと厳しい言葉を投げかけた。しかし安子は悲しかったが今後も一緒に頑張ろうとフォロー、フワちゃんには復帰をいじらせてくれと葉っぱをかけた。フワちゃんは安子への不適切投稿で活動休止を発表している。パリ五輪の閉会式で次開催地の米国ロサンゼルスに引き継ぐ演出としてラッパーのスヌープドッグとドクタードレイが出演。 NHK でも放送され視聴者を驚かせた。2人が歌唱したザ・ネクストエピソードの歌詞にはウィード、大麻が含まれ話題に。 NHK の放送ではアナウンサーとアーティストの温度差に注目が集まった。吉本新喜劇の島田珠代が交際する内科医のヒロシと再婚を希望していることを明かした。ヒロシとはバーで出会い、知性や穏やかな性格に惹かれたという。島田は仕事後のヒロシとの時間をモチベーションにしているそうだ。16歳の娘リコさんも交際を応援しており、島田、ヒロシ、リコの3人でほぼ一緒に生活している。アキコとは一時離れて暮らしていたが現在は親子関係も修復し絆が深まっている。